しやすいよね、うん、だからすごい楽だから今のそのレコーディング、うん、アスカは全部やってくれてるけど、うん、アスカはもともとほらバンドやってたから一緒に、はいはいはい、その俺がどういうのを好きとか、うん、自分でどこが納得いかないっていうのをああここだよねっていうのを分かってくれるから、あ感覚的に分かるっていうのはでかいよね。そうそうそう、だからやっぱ進みが早い、はいはい、ここじゃない納得いってないのみたいな、うん、そうそうそうみたいなのもできるから、まあ、いい意味で楽だし、うん、いい意味でいいものを作りやすいんですよね。ビハインドルーティン。何よ？ビハインド。ビハインドって何？撮影裏側。はい。なんか喋って。いや、俺が普通に喋ればいい。じゃあ今日はこれから。いや、いいよ。DM 初めてだったな。本当に。ちょっと緊張するもん、やっぱ。うわ、怖え。怖い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 。ダサいな、それダサッダッセー、まあね、やっぱ走ってるところよね。だできればアスカとかも多分分かってるだろうから、うん、で横からの映像だけじゃなくて、うん、俺の前に入ってとか、うん、こうね、正面の映画も当たり前だよ、前田さん前田さん、もう恋なんて現地調達だから。 OKちょっと俺今うまく歌えなかった自信があるんだけど、この息ね、もうほんとがっつり歌うのは隣で撮ってもらって、はいよ、スーツで海に飛び込んでさあ太陽と打ち合わせしよう。マジいて、マジでいて、いやびっくりしたよ、めっちゃいて抜けたと思ってそのまま、脱げちゃったけどと、もう意地は意地で、もう思いっきり行こうと思ったのにクソ痛かった。あ、これでしょ、逆にこの曲だから許されるかもしれんけど、いやそうよ、バカ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 、誰がそこから投げんねん、人のサンダルを。江ノ島にやってまいりました。江ノ島っぽくね。江ノ島しかこれ。江ノ島にやってまいりました。見るも見渡す限り海。これがもう江ノ島の魅力でございます。さあ今日はですね、そんな江ノ島を私たちと一緒に散歩してみたいと思います。タクがふざけた州とかでさ。ああ。
どっかでさ、いずれ出そうよ、ね、6分尺ぐらいに決定してタクがふざけたし、おう、これいいじゃん、いいじゃん、あ、ごめんなさい、これこれマスタード、え、それマスタード、そう、アメリカとかの、ちょ、商品紹介を、このマスタードです、いいね、今日はこれを食べていきたいと思います。今日紹介するのはこの、やるかな、これ消防署、消防車です。この消防車の特徴は、え、タイヤが1個取れています。今日紹介するのは電卓です。で、電卓ですね、実はこの1234567 9って入力して1から9の好きな数字を例えばかける7します。そうすると変な数字になるんですけど、最後にかける9をもう一回すると全部7になります。これはあのどの数字でやっても絶対7になります。全部ピャッと揃いますので、ぜひお試しください。意外とね、おう、これやべえな、やばいな、これはやべえわ、いや近づいてくると思わなかったね、あ、嘘、これなんか言わないといけないんだと思って振り向いたらチッカーみたいな、やっちったな今、これは乗せれねえな、俺のカメラロール止まりだな、お、思い出、いやそうですね、あっそうですね、楽しかったですね今日の撮影は、撮影はフルスイング良かったですね。スカイツリーってご存知ですか？でも撮ってるんですか？撮ってるよでもこれ本当すごくない？ぶっちゃけここ、うん、これこれよ、ど正面じゃん、あ、そうよ、真正面よ、ほんとびっくりした、いい場所だね、こんなって思ったもん、おう、ちょっと降ってる、なんかすげえ地方のローカル番組とかです、あ、MC でさあって言って、さあ始まりました今夜のガーデニングプラスみたいないや、マジでありそうなんやけど、ガーデニングプラス、今日はですね、観葉植物、こちらにちょっと着目して、進めていくことになりそうですね。もう見ていただいたら分かる通りで、もうだって潰されていたりとかしますけど、こんなもう、こんな観葉植物がバッとあるスタジオで、今回お送りしているわけですけれども、で、今日何をしていくかというと、ここでね、観葉植物を入れる、鉢を作っていこう。DIY。DIY 作っていこう、ダメだ、できないな見切り発車がすごかったな、でも番組としてはそうですね、ガーデニングプラスね、おう、超いい感じの部屋作ってみました、いいね、もう本当センスのなさがどうにか消したいな、
かっこいい。かっこいい。どうしよっかな。そしたら、まっすぐ立つで全然絵になってるんですからね。ちょっと雰囲気変えてみますか。横向きましょうか。真横、反対ですね。今回こっち側向いてもらって、そうですね。一回そのまままっすぐで大丈夫。はい。それでちょっと上向くイメージで、目線も上ですかね。気持ち上で。やばい。おー、かっこいい。コンセプト通りですね。本当にそうですね。スーツ着たくないっていうので、お、多分このなんていうんですか、ビルに背向けてる的なイメージ。いや、そうなんですね。確かに。で、見てる感じですもんね。そうですね。ありえないな。俺にも聞いてよ。え？俺にも聞いてよ。毎日収録だよ。フォースバトルみたいな。そう、なんかあのサイサイフェスっていう、はい、あのサイレントサイレンっていうガールズバンドさんとかが出てるフェスがあって、はい、そこにコロナの前に出て。すごいっすね。まあこういうクリエイター業もさ、こう、なんだろう、星の数ほどいるわけじゃない。いや、めちゃくちゃいっぱいいるだろうね。その中でさ、こうどう自分をに依頼してくれるかどうかって結構大事になってくる。でもやっぱこうお会いしてさ、うん、って思うパターンもあると思うのよ、ぶっちゃけ。多分俺に対してもそう思われることもあると思うの、うん。まあそうじゃない人たちと出会えてることは結構奇跡だよね、周りの環境は。ありがたすぎるの。ちょっとすごすぎる。周りに恵まれる才能しかないから。